ペコーラもエロサ重視の水着作ってもらうか。はぐれママエロい水着作ってくね。バンされるかされないかギリギリのエロい水着作ってくれ。運営がダメと言ってもゴリ寄せ。あ、ママいるや。昨日のねグラブル虹ホロブルダンの水着のやつで話があって、まあなかなかね娘が悲しい思いをしちゃってて、ペコアラたちはやっぱ共通の水着 3D のしか持ってなくて、でまあママがエロいペコちゃんに似合うような水着をさ描いてくれないか。攻めた感じの今年の夏とか移動だろうか。ママ忙しいと思うが運営さんがダメって言うかもしれないけど、ママの力でご利用してはくれないか。ペコーラも昨日の話を運営さんにちょっと言ってみようかな。二人で押せばなんとかなるかも。切れてみてほしい、むしろママには。これじゃなきゃ無理です。僕のペコラには、私のペコラにはこの水着が合うんです。ここの露出度は大切です。そう言えば運営さんもさすがに、それで押し切ってくんねえかなエロくて可愛くてちょっとドキッとするようなそんな感じのがいい。ママ騙されるのはこの悪うさぎの言葉を真に受けてはいけない。なんでだよなんでペコだよ。みんなだって水着のやつで興奮してたやん。水着のやつで。でも確かにペコちゃんはさ、まあお胸がね、まあ平均ぐらいペコですから、あんたたちの好きなボイントはあれかもしれないですけど、今思うととんでもないな。確かによく見るととんでもねえな。すごいエロいなここ。ママこの初期の攻めてる感じでいこう。ほぼ出てますやん。昔はさホロライブも攻めてたのにさ、やっぱちょっとイエローなやつが多くなっちゃってさ、もう攻めれなくなったからな。今はとんでもなくエロライブとも言われたくらいペコだったのに。え、ママ頑張るって嘘。神ありがとうママ、ありがとうママ。これはもしやペコちゃんの水着も見れる日が来るかもしれないね。みんなわかんないけど、もしかしたらペコーラとママ2人とも運営さんにダメーって言われてるかもしれないけど